じゃあ次ジャンプヘッドトラップね。あ、空中で。ジャンプヘッドはいける。上に上げて地面につく直前ぐらいに頭に当たるタイミングで飛ぶ。わかる？で、飛ぶのが遅いと上に突き上げちゃうんだ。だから、から落ちる直前に当たるように飛ぶ。で、これも大事なのはいつ飛ぶかっていうのを調整する力だ。ボールが上がって落ちてくる、落ちてきてるのにピョンって飛んだらバーンって上行っちゃう。ボールと一緒に落ちる、いつ飛ぶかが大事な。分かった？はい、やってみよう。で、さっきの胸トラップと一緒。